シャルル・ディドロ、1810年頃、シャルル・ルイ・ディドロは、フランス出身のバレエダンサー、振付屋である。ロシア帝国での活動が著名である。シャルル・ルイ・ディドロは、ストックホルムで誕生した。父で彼と同盟のシャルルは、スウェーデン王室の舞踊教師であった。ディドロは、父の下で舞踊を学び、1786年に、ストックホルムのボール法セット劇場で、舞台デビューを果たした。 その後ディドロはパリに出て振付家のジャン・ドーベル・バルに指示し彼に従って当時巧妙だったバレエ指導者のジャン・ジョルジュ・ノ・ベールの元で学び1788年にロンドンでも舞台デビューした1801年にディドロはロシアの提出劇場バレエ団からの調整を受けてサンクトペテルブルクで踊ることになった彼の舞台生命は足の故障と 花形バレリーナであった妻のローゼの死によって1806年に終焉を迎えた。それからはディドロはバレエの指導を手がけることになり、帝政ロシアにおけるバレエ発展に重要な影響を与えることになった。1812年のナポレオン戦争勃発により、ディドロは提出劇場を解雇されて故国に帰ったが、1816年はじめにロシアに戻り、1831年まで、 テイ劇場での活動を続けた。優れた教師であったシャルル・ディドロは、ロシアのバレエダンサーのレベルを格段に向上させ、また、振付の際をロシアの地で開花させ、現在、ペテルブルク派と言われるドラマティックなクラシックバレエのスタイルの基礎を築いた。ディドロが育てた、この時代のバレリーナとしては、アフドチアイストミーナがおり、名家と謳われた。同時代の国民的な詩人で作家の、 アレクサンドル・プルシキンは、その詩の中で、イストミーナとディドロを称賛している。ディドロは1837年に、雇用先のキエフで死去した。ありがとうございます。